講師。皆様こんにちは。あなたの心の奥底に住んでますピコ太郎でございます。皆さんお家でいかがお過ごしでしょうか。PPAP 2020は踊ってくれましたか。まあ、私はあのお家で基本的には在宅バイトっていう感じで、最近ではなんかあのこれくらいのバラを作ってますね。一輪がこれくらいのバラを茎込んだやつを作って1個に5円でいうバイトをしております。さあ本日は皆様に私が発表がございます。現在新型コロナウイルスの影響により正しい手洗いが重要視されております。そんな中、この皆様に少しでもこう楽しく、正しく、手洗いを覚えていただこうというわけで、PPAP Train Train という曲を発表させていただきました。そんな、PPAP Train Train を聴いてくださった、MTG さんからですね、子供から大人まで、そして日本から世界から地球から銀河系まで、楽しく正しく、手洗いを広めていかないかというお話をいただきました。ピコ太郎もびっくりでございまして、身長が2ミリ増えました。そして4ミリ縮みました。そして今回楽しく正しく綺麗に手洗いで、こちらを発信していくために新たにみんなで楽しく手洗いワッシュワッシュワッシュピコーワッシュ、こちらのプロジェクトを MTG さんと一緒に立ち上げることになりました。あと15センチ足りない、拍手まであと15センチ足りない、なんていう風な、クレームが飛べております。さあこのプロジェクトはピコウォッシュオリジナルコンテンツやイベントを通しまして、楽しく楽しく綺麗に手洗いを広げていきます。そしてピコウォッシュブランドを立ち上げます。はい、薬用石鹸やハンドジェルなどを販売しながら、その売り上げの一部を子どもたちをサポートする団体や活動に寄付させていただきます。詳細は、公式のホームページに随時掲載されていきますので、ぜひともチェック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 してみてください。この少しでもこのプロジェクトを通しまして、皆様の生活がこう楽しく快適になれるようにというですね、今後さまざまな活動をたくさんしていこうと思っております。ぜひとも楽しみにしていてください。もしよかったら、もしよかったらでございます。以上シンガーソングライターのピコ太郎でございました。さあみんなで楽しくワッシュワッシュワッシュエンディング。